東京ディズニーランドのエンターテイメント。東京ディズニーランドのエンターテイメントは現在、東京ディズニーランドで行われているショーやパレードの一覧である。リロのルアウファンは、アドベンチャーランド内にある、ポリネシアンテラスレストラン、ポリネシアンテラスレストラン、提供、キッコーマン店のステージで開催されるランチショーである。2005年2月21日スタート。ゲストは、食事をしながら、 ショーを楽しめるようになっている。ルアウトはハワイの言葉でパーティーという意味。ディズニー映画リロスティッチのリロが主催するという設定で進行していく。途中ですべての出演キャラクターが各テーブルを回るグリーティングが実施される。このショーを見るには予約が必要でディズニーホテルの宿泊者以外は当日の朝開演と同時に受付を開始する。 混雑期には開園してすぐ予約終了する場合もある。2009年2月2日、公演文からは予約が必要で公式サイトで1ヶ月前から受け付けている。なお、開催場所であるポリネシアンテラスレストランが休業となる日は休園となる。ミッキーのレインボーレアウはアドベンチャーランド内にあるポリネシアンテラスレストラン、ポリネシアンテラスレストラン、提供。 気候満点内のステージで開催されるディナーショーである。2016年3月21日スタート。ゲストは食事をしながらショーを楽しめるようになっている。このショーを見るには予約が必要で公式サイトで1ヶ月前から受け付けている。なお、開催場所であるポリネシアンテラスレストランが休業となる日は休園となる。ホース州ラウンドアップは ウエスタンランドにあるザ・ダイヤモンド・ホース州、提供、プリマハムの店内にて会されるランチショーである。ディズニー、ピクサー映画、トイ・ストーリーのウッディやジェシーたちが主役となる楽しいショー、ウッディ・アイバのブルズ・アイも登場してダンスを披露するなど、歌や踊り、笑いやアクションたっぷりのコメディショー。2005年2月8日スタート。ショーを見るには予約が必要で、 ディズニーホテルの宿泊者以外は当日の朝開園と同時に受付を行っていた。混雑期には開園してすぐ予約終了する場合もあった。2009年2月2日、講演文からは予約が必要で公式サイトで1ヶ月前から受け付けている。なお、開催場所であるザ・ダイヤモンド・ホース州が休業となる日は休園となる。ザ・ダイヤモンド・ホース州プレゼンツ ミッキーカンパニーは、ウエスタンランドにある、ザ・ダイヤモンド・ホースシー提供、プリマハムの店内にて開催されるのディナーショーである。レストランの女性オーナーのスルーフットスーは、ミッキー率いる、ミッキーカンパニーを招待し、人よ限りのスペシャルディナーショーを開催。ミッキーたちによるマジックや、楽器演奏で観客を楽しませてくれる。2013年3月1日スタート。 このショーを見るには予約が必要で公式サイトで1ヶ月前から受け付けている。ワンマンズドリームイ・ザ・マジック・リブズ・オン・マイナスはトゥモローランド内のショーベース、提供、三井不動産って開催されるショーである。2004年7月3日からスタート。このショーは1988年から1995年までショーベース、当時の名称は ショーベース2000で開催されたワンマンズドリームがパワーアップして帰ってきたもの。初代とコンセプトは同じで新しいプログラム、初代以降に公開された映画などを追加したりするなど各所に変更点は見られる。2014年に公演開始10周年を迎え、ショーベースで開催されているショーとしては史上最長である。また2006年9月頃からクライマックスの ミッキーマウスはワーシャイニングスターのシーンの振り付けが変更になっている。2012年4月9日より一部リニューアルし、振り付けやプリンセスのシーンの曲などが変更になった。2013年3月23日より振り付けが一部変更された。なお、英語でワンマン、エスドリームにあたる部分であるが、初代ではワンマンズドリームと表記されていたものの、このショーでは、 ワンマンズドリームと表記されている。このショーのスタート当初は一部の座席が指定席として設定されており、座席指定券をショーベース前で配布するシステムになっていた。2006年に座席指定券の配布は終了し、全席自由席になった。2008年9月24日から10月23日の期間には試行的に抽選にて全座席の指定席券を 先着で配布するシステムが導入されている。抽選はトゥモローランドホールで行われた。2009年11月10日より指定席券が必要となり、指定席券は抽選によって配布される。先着ではないため、外れた場合干渉は行えない。抽選対象会は立ち見での干渉は不可。抽選は トゥモローランドホールで開演時刻から各章の公演30分前まで行われる。2015年11月2日からはスマートフォン専用アプリ、小抽選アプリを利用することでパーク内であればどこからでも抽選できるようになった。小抽選アプリでは開演時刻から各章の公演1時間前まで抽選が可能楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。